あの夏から約10年が過ぎた。大学2年の冬休みのある日、ひょんなことで故郷の町に戻ってきた僕は、友人の S と K と3人であのデパートを訪れていた。そのひょんなことというのは、冬休みに入る前、大学の学食で、3人で昼食を食べていた時のこと。K の提案で、その場でそれぞれ子供時代の不思議な思い出を語ることになり、僕はあの夏、デパート屋上での話をした。それに思わぬ食いつき方をしたのが、オカルティストの K だった。うおう、UFO とかマジかよ、なあ、今度さ、そのデパート行ってみようぜ。僕が散々10年以上前の話だし、今行っても仕方がないと説明しても、K は聞く耳も持たなかった。いないならいないで、ショッピング楽しめばいいじゃん。別に誰が損するわけじゃねえし。いいだろ。うはは、と笑う K の横で、S がぼそりと。ガソリン代はどっちか出せよ。とつぶやいた。こうなればもう止まらない。かくして数日後、冬休みに入った僕らは、S の運転する車に乗って、僕の故郷へと出発したのだった。僕は県内の大学に進学したのだけれど、実家のある町までは国道なら車でだいたい3時間はかかる。朝の9時頃から車を走らせ、デパートの外観が見えてきたのは日も昇った正午過ぎだった。ちなみに、面倒くさいので実家に寄らなかった。日帰りだし、どうせ年末戻ってくるのだし。S が立体駐車場の1階に車を止めた。周りは昼時だというのに、繁盛しているとは言えない駐車状況だった。おそらく、町の郊外に大手の大規模なショッピングモールができたせいだろう。昔、このデパートが町の商店街から客を奪ったのと同じことだ。駐車場から店内に入る。確かに昔ほどの人混みはないけれど、胸に込み上げてくるものがあった。実は約10年前、屋上でワンワン泣いたあの日から、僕はこのデパートには近づかないようになっていた。母の買い物についていくのもやめ、中学生の頃も、高校に上がってからも避け続けた。そうして、消えた UFO のことも、そこで出会った女の子のことも、これまで周りの誰にも、親にさえ話したことはなかった。なぜかと聞かれると、僕にもわからないと言うしかない。だから、どうしてその隠してきた話を K と S の二人だけには打ち明けて、今、自身も10年とちょっとぶりにこのデパートにやってきているのかも、当然わかっていない。強いて言うなら、魔が差したんだろう。僕らは1階からエスカレーターを使って4階まで上がった。屋上へは4階から階段を使わないといけない。階段へ向かう途中、100円ショップの隣、昔いつも買い物をしていた駄菓子屋の横を通る。ふと横目で見ると、レジの方に見覚えのある店員さんの姿を見つけた。10年前と変わらぬ陳列棚にも、昔と同じ駄菓子が並べられていた。あのラムネ菓子もあった。屋上へと続く階段は、手すりの白い塗装が記憶よりも随分剥げていて、錆びた鉄の部分が露出していた。屋上への入り口が見えた。前を行く二人の友人の後ろで、僕は一度立ち止まる。夏。階段を一段登るにつれて、差し込んでくる光の量は増していき、青い空とたくさんの遊具が徐々に見えてくる。それがなんだか無性にワクワクして、途中から僕はいつも走って駆け登るのだった。その記憶の中の光景に比べると、冬の光は弱く、空は少しくすんでいるように見えた。いつの間にか階段を上がりきり、僕は屋上の入り口に立っていた。こんなに狭かったかなと思う以外は、屋上は最後に見た記憶のままだった。やはり UFO のあった場所は、ただの空きスペースのままだった。僕ら以外に人影も見当たらない。音を立てて吹く冬の風のせいか、遊具で遊ぶ子供の姿もなかった。寒いな。なあなあ、ところで UFO、どこよ。ポケットに手を突っ込んだ K が、そう聞いてくる。僕は黙って昔それがあったはずの場所を指さした。何もねえじゃん。僕は言った。
今言っても何もないよって。ふーん。UFO だけに、宇宙まで飛んでっちまったのかね。つまらなそうにそう言うと、K は蜘蛛の巣状に張られたネットの真ん中にトランポリンがある遊具に向かい、一人でポンポンと跳ね始めた。ふと見やると、S が昔 UFO があった場所でうつむいて地面を見つめている。そばに近づいてみると、彼は UFO の支柱を止めていたボルトの跡を見ているらしかった。確かに、ここに何かはあったんだな。と、S が言った。え、何？僕の話、信じてなかったん？記憶ってのは簡単に曲げられるし、一部消えたり、書き換えられることだってあるからな。特に子供の頃の思い出はな。信じてなかったわけじゃない。鵜呑みにしなかっただけだ。あ、そう。ただ、まだ飲み込めない部分もあるけどな。え、何それ、どこ？ S は僕の問いには答えず、トランポリンの次はジャングルジムに登り出した K の方をちらりと見合ってから、一人階段へと向かって歩き始めた。腹減った。とりあえず下に降りて、飯食おうぜ。けれども、僕は先ほどの言葉が気になって仕方がない。ねえ、僕の話の、どこが引っかかってるんよ。すると S は振り向いて。お前の記憶の中にある、店員の対応。それと。なぜか S はその後の言葉を口にするのを、一瞬だけためらったように見えた。それと、お前が、確かに教えてもらったっていう、女の子の名前を覚えていないこと。そう言って、S はまた階段へと向かう。隣では K がいそいそとジャングルジムから降りてきていた。そんな二人の様子を見ながら、僕はその場に立ったまま、S の言葉の意味を考えていた。店員の対応というのは、UFO なんて知りません、と言ったあの言葉のことだろう。でも、実際に屋上から UFO は忽然と姿を消したのだ。まるで、そんなもの、最初からなかったかのように。もう一つは、彼女の名前。あの時の光景は今でもはっきりと覚えている。蒸し暑い UFO の中で、天井の丸い窓から、スポットライトみたいに円柱状の光の筋が注いでいて、目の前の女の子は、笑顔のうちに少しだけはにかんだ表情をしている。その口が動く。けれどもここだけが、耳を閉じたわけでもないのに、何を言っているか聞こえない。外ではしゃぐ他の子供たちの声も、あたりに広がる街の喧騒も消える。無音。一時期は、本当にアブダクションされて、宇宙人に記憶を消されたのではないか、と思ったことさえある。今思えば微笑ましい妄想だけれど。でも確かに、S の言う通り、何かが引っかかっている気がした。形のはっきりとしない何かが、伸ばしても手の届かないギリギリのあたりを漂っているような。僕は目をつぶり、集中して、その何かを掴もうとした。おい。そんなとこで突っ立ってんなよ。早く来いよ。けれども失敗に終わった。その声で僕は我に返ってしまった。見ると、K が階段の入り口に立っている。S はもう階段を降りてしまったようだ。僕は頭を振って、歩き出そうとした。その時、ふと視界の隅に何かが映った。昔 UFO があったスペースの隅に、ポツンとジュースの空き缶が置かれてある。空き缶には一輪の花が刺されてあった。紫色の花。頭のどこかがうずいたような気がした。僕はその花の方へと少し近づいた。花は折り紙だった。うまく作ってあって、遠目からは本物の花に見える。茎も葉もある。空き缶は上部が缶切りか何かで切り取られていた。まるで喧嘩のようだ。あの日と同じく冷たい風が吹いた。その瞬間、今度こそ僕は、僕の中で漂っていたそれを掴み取っていた。ああ、そうか。だからか。だからあの日、UFO は忽然と姿を消して。だから店員は僕に、UFO なんて知らない、と言って。だから僕は、彼女の名前を忘れることにした。
僕はすべてを思い出していた。でもそれは鈍い痛みを伴っていた。あのまま忘れていた方が良かったのかもしれない。僕は空を見上げ、誰に向かってでもなく、声にも出さず問いかける。もう一度、忘れることはできるだろうか。答えは自分の中から返ってきた。それはできない。おいおいおい、何やってんだよ。さっきから一体全体よ。僕のすぐ後ろで K が怪訝そうな顔をしていた。それと、あんまり遅いから戻ってきたのだろう。階段の入り口の方に S の姿も見えた。僕は何を言うこともできなかった。そのまま歩き出し、黙って二人の横を通り過ぎた。背中にどっちかの声が当たったけれど、あまり気にならなかった。階段を降りて、僕の足は4階の駄菓子屋の前で止まった。中に入ると、10年ぶりの店員さんが笑顔で迎えてくれた。当然だけれど、僕のことなんか覚えていないだろう。たとえ覚えていたとしても、僕自身10年前とは顔も体つきも変わっている。友人二人は駄菓子屋の外で呆れたように僕の様子を眺めていた。僕は駄菓子をきっかり100円分買った。あの頃と同じ、30円のラムネや、当たり付きの風船ガムや、スーパーボールみたいな飴玉を。覚えてますか？カウンターで100円玉と10円を1枚ずつ出しながら、僕はレジを打つ店員にそっと尋ねてみた。その痩せた50代前半くらいの男性はふと僕の方を見やると。何のことですか？と問い返してきた。やっぱりというか、僕のことは覚えていないようだ。僕、久しぶりにこっちに帰ってきたんですけど。昔、屋上に UFO の遊具があったでしょう。すると、店員は、ああ、と肯定の声を出した。ありました、ありました。うん、確かに。UFO でしょう。ぐらぐら揺れる。僕はうなずく。UFO はあったのだ。最初からなかったのではなく、僕の記憶違いでもなく。確かに屋上に存在した。呼吸を一つ。でも、事故が原因で亡くなったんでしたよね。確か、女の子が。巻き込まれた。僕が熱を出して寝込んだ日、テレビである事故のニュースが流れた。デパートの屋上で女の子が遊具から転落して、意識不明の重体。原因は、他の子供たちが外から遊具を揺らし、バランスを崩したからだと。けれども、店員は少しばかり眉を潜め、僕の方を見やった。あなたは、ライターですか？警戒しているのだろうか。いえ。大学生です。昔よくここに、駄菓子を買いに来てました。いつも100円分。たまに消費税の5円は、負けてくれたりしてましたよね。店員の表情が崩れたのが分かった。話してもいい相手だと思ったのか、もしかしたら僕のことを思い出したのかもしれない。実は、話好きだったらしい痩せた店員は、それからいろいろと教えてくれた。そうですね。もう、だいぶ昔のことですし。ええ、確かに。夏ですね。夏の終わり頃。屋上で女の子が遊具から転落する事故がありました。意識不明の重体で、打ちどころが悪かったんでしょう。数日後に、亡くなったそうです。彼女の意識がなかった数日間、僕は熱を出して寝込んでいた。その時、子供が数人、周りにいたんですよね。はい。数人がかりで、中に登るための紐を持って遊具を揺らしてたそうです。見かけたここのスタッフが止めに入ったそうなんですが、間に合わずに。そうして彼女は、落ちて、死んだ。だから、遊具を撤去した。そうです。普通の怪我ならともかく、死者が出たんですから。それにあの頃は、他の公園なんかの遊具も、あれは危ないから外せだの、いろいろと言われていた時期でしたから。僕、あの UFO が好きだったんですよ。でもある日、屋上に行ったら、いきなり亡くなってたんです。ショックでしたよ。店員さんに聞いても、
UFO なんてない、知らないって言われましたし。何が何だか、わからなくって。ああ、それはすみません。そう言うと、店員はわずかに頭を下げ、先ほどよりも小さな声で。確かな話じゃありませんが。あの亡くなった女の子は、学校でいじめられてたんじゃないかって。止めに入ったスタッフが、いろいろひどい言葉を聞いたそうです。だからというか、あの時は、取材と称した方がたくさん来られましたよ。店員は下で働いているんだからわかるはずもないのに、事件の様子とか、細かくね。中には、子供を使って聞き出そうとする輩までいたそうですよ。だからあの時、店員は僕に対して、UFO のことなんて知らない、と言ったのだ。おそらくは、店の方から事件については何も喋らないようにと言われていたのだろう。かわいそうにね。遠い目をしながら痩せた店員はつぶやいた。あの子の父親は、このデパートで働いていたんですよ。え？あ、いえ。と言っても私はあまり関わりもなかったんですが。旗から見ても、仲の良い親子だったんですよ。お父さんの方は朝から夕方までここで働いて、夜はまた別の仕事があったそうですが、あの子はいつもお父さんのことを待っていてね。二人、下で夕飯の材料を買って帰るんです、いつも。料理はあの子がしてたそうですよ。なんでも、母親が病気だったそうで。病気？ええ。病名は忘れましたが、だいぶ特殊な病気だったそうで。私のお母さんが宇宙人で。だから、私も宇宙人なの。ふと、彼女が言った言葉を思い出した。けれども、それについては何もわからない。彼女は自分のことに関しては、ほとんど何も話さなかった。もしかして、今、その父親の方は、ここに。いえいえ。あの事件があった後、すぐに辞めましたよ。彼の気持ちを考えたら、とてもいられないでしょう。そうですね。ありがとうございます。なんだかいろいろと教えてもらって。いえいえ。店員にお礼をして、50円分ずつ別の袋に分けてもらった菓子を持って、僕は駄菓子屋を出ようとした。けれど、ふと思い出して振り返る。最後に。屋上に折り紙の花が置いてあったんですが。あれって。ああ、それは多分。清掃の人が置いたものでしょう。中澤さんじゃないかな。ああ、大層恰幅の良いおばちゃんなんですけどね。はは。あの人も私と同じくらい長いですから。あの花って、確か。ええ。スミレですね。礼を言って、僕は店を出た。友人は二人とも100円ショップの前で退屈そうに商品を見ていた。K は僕の姿を見つけた途端。おせえよ。と言った。用は済んだのか。と S。僕は、まだ、と首を横に振る。先に食べといて。一階にフードコーナーがあるはずだから。何々、何なのさっきからお前。変だぞ。なんかあったんか、それとも何か隠して出て痛い、S、痛い。多分、一番状況を理解していない K が、S に首根っこをつかまれて引きずられていく。僕は片手を上げ、無言でごめんと二人に謝ってから、また4階からさらに上へ登る階段へと向かった。歩きながら思う。僕は本当は全部わかっていたんだ。自宅であのニュースを見たときに、もう女の子には会えないということを。けれども僕の頭は、それをどうしても否定したかったようだ。高熱は出たけれど、もしかしたらそのおかげかもしれない。僕は事故の存在と彼女の名前を忘れることに成功した。あの子はまだ生きていると、自分に思い込ませるために。彼女に会いたいがために。僕は目を細めた。屋上へと続く階段に、さっきまでとは違う大量の光が降り注いでいた。透明な冬の光ではなく、色のついた夏の光だ。ところどころ、
塗装が剥げていた階段も、いつの間にか白く綺麗になっていた。10年前に見た光景だった。何も変わらない。そうして今、僕はあの時と同じように100円分のお菓子を持っている。戸惑いながらも一歩ずつ階段を登る。登りながら S が言った言葉を思い出す。記憶は簡単に曲げられる。だったら、1秒前の記憶はどうなのだろう。0コンマ1秒前の記憶は、0コンマ01秒前なら、意識というものが記憶の集合体ならば、僕が今見ている景色はそういうものではないだろうか。そう強引に納得して、歩を進めた。光がだんだん強くなってくる。どこからか、夏の匂いがした。子供たちの声が聞こえた。たまらなくなって、気がつくと僕は走り出していた。階段を駆け上がる。屋上。そこにはあの、銀色をしたアダムスキー型の UFO があるはずだった。そして夏の光の中、確かにそれはあった。僕は急いでその傍らへと駆け寄った。早くしないと、僕にかかっている魔法が切れてしまいそうで怖かった。けれど目の前まで来ても、確かに UFO はそこにあった。小さい頃は届かなかったそのボディを、僕はそっと手で触れてみる。ザラザラとしたプラスチックの手触り。僕は縄ばしごに手をかける。入り口の穴は、頭のすぐ上にあった。この中にいるのだろうか。けれども、そこでふと立ち止まる。このまま、UFO の中に入ってしまってよいのだろうかという疑問が、ふって湧いてきた。未だ魔法は解けず、僕はしっかりとあの日の夏の屋上にいる。けれどもだ。僕は本当にこの UFO の中に入ることができるのだろうか。できる。と答える自分がいた。でも、もし本当にそれができてしまったら。縄ばしごに足をかけて、僕の体が地面を離れた瞬間。この幻覚は、幻覚でなくなってしまうのではないか。どうしたの？すぐ頭の上から声がした。聞き覚えのある懐かしい声。縄ばしごを持ったまま、あまりの唐突さに僕は息をするのも忘れていた。入ってこないの？彼女の声。この声すらも僕の脳が作り出した幻なのだろうか。それとも。お話ししようよ。私が引っ張ってあげようか。入り口の穴から小さな手がこちらに向かって伸びてきた。手のひらを上に。顔は見えない。手だけだった。もしその手を握ればもう戻れない。そんな予感があった。たっぷりの戸惑い。数秒の迷い。そして一瞬の躊躇。そうして僕は自分の右手をそっと彼女の手に重ねた。重ねて、離した。彼女の小さな手には、ラムネ菓子や、飴玉が入った袋が乗っていた。50円分。それをキュッと握って、手が UFO の中へと戻っていく。ごめん。僕は乗れない。友達を待たせてあるから。少し僕の言葉を吟味するような間があった。友達？うん。友達が、できたの？うん。それは、いい友達？うん。懐かしい。昔もこうだった。彼女が質問して、僕が答える。私も、いい友達だった。うん。もちろん。何か冷たいものが頬に触れた。雪だった。夏のデパートの屋上に、粒の細かい雪が風に乗ってちらほらと舞い降りていた。そろそろ、魔法が解けるのかもしれない。いつの間にか、手にしていたはずの縄ばしごの感覚が消えていた。周りの子供たちの声もしなくなった。もう残っているのは、目の前の銀色の UFO だけだ。僕はそれが消えてしまわないよう、目をそらさずに、じっと見つめていた。不意に、UFO の入り口の穴から、こちらを覗き込むように女の子が顔を出した。そして、ニコリと笑った。僕の記憶にあるそれと、寸分違わない笑顔だった。
お菓子、ありがとう。返事をしようとした僕の目に雪が入って、一瞬、瞬きをした。閉じて。開いて。それだけでもう、僕の目の前に UFO は存在していなかった。雪の降る屋上には人影もなく、足元に UFO を支えていたボルトの跡があるだけだった。僕はしばらくの間、何もしないで、ただ空を見上げていた。僕は一体、何を見たのだろう。S に言わせると、幻覚、幻聴、または妄想ということになるのだろう。そして僕は、ふと自分の手の中にあるものを見やった。うおう。雪だ。雪降ってんじゃん。声の下方を向くと、一階のフードコートにいるはずの K と S が屋上に上がってきていた。見ると、S は片手にビニール袋を持っている。二人とも、どうしたの？尋ねると、S がその手に持ったビニール袋をひょいと持ち上げる。屋上で食った方がうまいんじゃないかってな。下で買ってきたんだよ。ほら、お前の分のサンドイッチだ。そう言って、S は紙袋に包まれた湯気の立つ大きなサンドイッチを僕によこしてきた。僕はしばらくサンドイッチを眺めていた。せっかくさっき泣かなかったのに、また涙が出てきそうで。必死に我慢しながら、無言で一口かじる。K の笑い声。なんだろうと思った。S も小さく笑っていた。いきなりむせた。からかった。からしだった。大量のからしが、サンドイッチのパンとパンとの間に塗りたくられていたのだ。咳き込んで涙が出た。前言は撤回だ。こんな奴ら、全然いい友達じゃない。俺じゃないぞ。主犯は K だ。止めない時点で同罪だろう。二人に対してあまりに腹が立ったので、僕は残りのからしサンドイッチを、全部一気に平らげてやったら、もっと笑われた。大量のからしを食べすぎるとそうなるのか、口だけじゃなくて目まで痛くなった。三人で屋上のベンチに座って、僕は口直しに渡されたお茶を飲む。それすらも罠じゃないかと怪しいんだけれど、幸い普通のお茶だった。で、用事ってのは、もう済んだのかよ。と、K が聞いてくる。僕はうなずいた。K は何があったのかを聞きたそうだったけれど、今のところ僕に話すつもりはない。代わりに、手にしていた50円分の菓子が入った袋を開け、中身をそれぞれ半分ずつ、K と S に手渡した。なんだこれ。僕の行動を計りかねた二人が同時に尋ねてくる。さっきのお返しだとばかりに、僕はたっぷりと意味ありげに笑って答えた。いわば、それは K の大好物で、なおかつ、S が到底飲み込むことのできないもので。僕の言葉に二人は、お互いわけがわからんといった風に顔を見合わせた。さらに言えば、僕がさっき宇宙人にあげたもの、かな。S は手にしたガムをけげんそうに見やり、K は包みを開いた飴玉を恐る恐る舐める。僕はそれを見て、また少し笑うのだった。